皆様、ゴニヤマトです。キッシーは、この1年何をしましたか？増税。検討のバリエーションを増やした。息子を職につけた。株価を下げた。国防はしない。スパイ防止法や改憲も実行しない。しかも、防衛費を総合防衛費という名目で、国民から目くらましを図るキッシー。総合防衛費とは、防衛力の強化に向け、従来の防衛費に加え、防衛に役立つ研究開発費や公共インフラ、社会基盤整備費、海上保安庁予算などを一括で計上する予算の枠組み、総合的な防衛体制の強化に資する経費、総合防衛費を創設。こう言って、キッシーは防衛費を上げると言って上げる気はないんですよ。これに小野寺さんは、防衛費をめぐり、海上保安庁など安全保障に関わる予算を組み入れた枠組みで水増しするのではなく、防衛省の予算を真水で増額するよう要望。この総合防衛費に岸さんも大反論してますよ。岸首相補佐官、防衛費。見せかけでなく真水を増やすことが抑止力。岸首相補佐官は10日、FNN の単独インタビューに応じ、岸田政権が目指す防衛費の相当な増額について、見せかけではなく真水、純粋な防衛予算を増やすことが抑止力につながると強調した。防衛費の増額をめぐって政府内で従来の防衛費に加え海上保安庁の予算や研究開発費を含めようとする動きを牽制したものだ。岸補佐官は防衛力の強化や防衛費増額の背景として我が国はロシア、C 国、NK 国の3正面に対峙していかなければならない、世界でも有数の厳しさだと指摘した上で、我々は脆弱だ。国土を蹂躙させないためにも、抑止力を高めていかないといけないと述べた。さらに、防衛費の増額の財源として、国債を、議論の最初から外すわけにはいかないと強調。その上で、増税による負担もあり得るが、全体の中で議論をしているところだと思うと述べ、増税などについては、政府の有識者会議などの議論を見守る考えを示した。防衛費の増額について真水を増やしていくことが必要だとする岸補佐官は、防衛費に海上保安庁の予算を増額分に含めることについて、海上保安庁は防衛の中で様々な連携をとっているが、防衛の一端を担うことにはなっていない、有事の防衛の訓練をしているわけでもないと述べ、慎重な考えを示した。台湾情勢については、中台間の軍事バランスは、C 国側に有利となり、C 国軍は、台湾周辺で活動を活発化させている。日本は、台湾に近く、沖縄県の与那国島は、目と鼻の先だ。台湾侵略があると考えた場合、日本が巻き込まれるだけでなく、日本を、踏み台、足がかりにしながら進めていくこともあり得る。日本は、何ができるかを主体的に考え、日米間でしっかり協議していく必要がある。と語っております。このニュースに、ネットでは、たくさんの反応がありますので、一部を紹介します。岸さんの言われることが正論では、海保の予算を、無理やり防衛費に含めようとする勢力があることを念頭に発言されたものと思う。岸さんの仰せるように、海保は自衛のために行動しているわけではない。海保の所管大臣が公明党だから、それを牽制したのだろう。公明党は、支持母体の手前上、数字に見える防衛費を抑制したがっている。公明党を国防に関わらせてはいけない。岸首相補佐官、防衛費、見せかけでなく真水を増やすことが抑止力になると、正論を言っています。岸田派の小野寺氏も、官邸で岸田首相と面会し、防衛費に関しては、水増しではなく、真水で増額するよう要請しましたと言っている。海上自衛隊と海上保安庁では、任務が根本的に違い、海保予算を防衛費に組み込むべきではない。国民は、岸田政権のインチキな防衛費増額に対して怒りを覚えている。防衛費を増額するなら正々堂々増額するべきだ。との声が聞かれました。ネットの反応にもあったように、公明党の反対があって、岸氏は、防衛費について、こんな目くらましをしたそうです。自民党は、防衛費を、GDP 比 2% を提唱しているが、公明党には、
全面的にこれに乗ることができない事情があるのです。防衛費増額など実現したら、来年の統一地方選で我々はどうやって戦うのか。現場から突き上げが来るに決まっていると公明党関係者はため息をついているそうです。公明党の市場なんか知らんがなって感じですよね。防衛費増額を邪魔する公明党は与党にいらなくないですか。自民党は一体いつまで連立を続ける気なのでしょう。皆さんはどう思いますか。今回はここまで。皆さんの感想などをコメントなどいただけると嬉しいのです。あとチャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。